火が通りやすい大きさに豆腐を切ります。沸騰するまで強火で加熱し、沸騰したら弱火にし5分ほど煮ます。茹でた豆腐を潰したら硬さを確認しましょう。ヨーグルトくらいを目安にして滑らかさを調整します。最初はスプーン1さじから始めましょう。